はい、こんにちは、スノボック監督と申します。ウイニングイレブン2020マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、昨日メンテナンスが終わりまして、新しいね、ライブアップデートは来たんですけれども、こちら、新しい、週刊 FP ガチャ POTW はやってきませんでした。事前にはね、来るとは言ってたんですけれども、やっぱりこのね、状況下、やはりね、ロシアリーグと、トルコリーグ、この2つのリーグしかやってなかったということもあって、やはり選出は難しかったのでしょうね、ということで、今週は POTW はありません。で、ネクストマッチウィークですね、来週の、POTW ですね、クラブセレクションですね、クラブセレクションはパリ・サンジェルマンとボローニャがやってくるということでね、ネイマールとかバッペとかね、持ってない人にとっては、結構熱いガチャなのかなという感じはしますけれどもね、その選手持ってる僕にとってはちょっと微妙なガチャになっているという感じなんですよね。で、ボローニャはやっぱり富安選手ですね、トミーがね、いるところなんですけれども、他はちょっとかなり渋い感じのガチャにはなっているんですよね。このガチャがね、来週の月曜日はやってくるということで、そしてですね、定期メンテナンス時間変更のお知らせ、これすごい大事だと思います。メンテの時間が今まで11時から、17時までの間だったんですけれども、ちょっとね早めに、10時から始まって16時までということでね、結構僕はこれ嬉しいかなって感じがしますね。16時に終わるんだったら、結構ね早めにガチャが引けるということでね、すごい嬉しいですよね、これはね。コナミさん、コナミ社員の方もね、早く帰れるんじゃないかなということでね、このご時世ね、残業もねない方がいいね、絶対いいんでね。はい、ということで、あとは選手プレゼントキャンペーン、こちらも結構大事なお知らせです。はい、来週のメンテ後、メンテナンス開始時点で、自分のベースチームを、設定しつかなければいけません。というのも、設定したクラブの星5スカウト11枚がもらえるということで、これアプリ版の方では J リーグのやつで来てたんですけれども、今回これね、星5スカウト、各チームの、星5スカウトがもらえるということで、どこにしようかね、結構悩むところでありますが、選手育成のためにはね、これ結構大事なんじゃないかなとは思っております。一応ね、僕の今のところ、レアルマドリーの選手で育成したい選手っていうのが結構いるんで、レアルマドリードの星5のスカウトも取るためにマドリーにしとこうかなと思いますね。これ忘れずにね、必ずね、来週、木曜日の10時までにやっておかなきゃいけないですよ。はい、ということで、あとですね、e フットボールのね、第7節が延期ということで、こんな感じで結構ね、やはりちょっとコロナウイルスの影響とかもありつつ、今週はね、結構いろいろ変えてきてるなという感じですね。はい、ということで、それじゃあマイクラブのモードに入っていきたいと思います。はい、ということでね、新しいライブアップデートを見ていきたいと思いますが、今週ですね、ロシアリーグとトルコリーグしかなかったので、かなりね、しょっぱい内容とはなっております。その中でもね、フェルナンド・ムスレラ、これも FP で来たことがあるんで、このキーパー持ってる人ね、非常に今回、今週ね、ありがたいことになるんじゃないかなと思ってます。調子へのキーパーがね、スカットに組めるということでね、これはかなりありがたいです。僕も持ってるんですけれどもね、不調選手も特にみんな関係ないかなっていう感じがしますね。ほぼほぼ選手、調子 C 統一と、似たり寄ったりなんですけれども、ここでやっぱりね、レジェンド選手、アイコニック選手はね、調子 B がね固定なんで非常に有利だと思います。ただ来週ですね、ロシアリーグとトルコリーグの中断も、中断延期かな、これも発表されてますんで、来週はこのライブアップデートやっていくことがもうすでに難しい状況が、ほぼ確定なんですよね。なのでアイコニックとかレジェンドもおそらく調子 C に固定になるんじゃないかなと思います。はい、なので今週はね、ただ今週はやっぱりライブってあるんで、アイコニックレジェンドの、これちょっと猛威を振るいそうだなという感じがね、すごいしますね。はい、ということでちょっとね、スカッドだけね、ちょっと今週は組んでいきたいと思います。それではいきましょう。はい、今週のスカッドということで、今週のスカッド組んでみました。レジェンド選手持ってレジェンド選手総動員しても、ここまでしかね、僕は組めないんですよね。あんまりレジェンドガチャでね、頑張って取ってなかったっていうのもあって、獲得不足ですね。でカーンと、ムスレラどっちにしようかね、結局迷ったんですけれども、やはり総合値の高さで、カーンにしました。やはりどっちか変えるかわからないですけれどもね、調子いいですけれども、今週はムスレラよりも、カーンを使おうという気になっております。で、あとやっぱりね、マラドーナもちょっと使おうかなと思ったんやけど、ちょっと俊介がね、やはり調子 B でここで出るんやったら、マラドーナを使う意味もそこまでないかなということでね、ちょっとマラドーナは入れてませんということで、このスカットでね、今週は、レート850を目指してね、やっていきたいと思います。はい、
それではアイコニックモーメントを最後引いていきたいと思います。まあ非常に辛い辛い激辛なガチャなんですけれども、まあ10連ぐらいしたらね、1人ぐらい出てくれたら嬉しいですよね。まあこのギグス、スコールズ、ベッカム、どれかね1人ね当たるといいですね、ということで引いていきたいと思います。さあサクサクいきましょう。4660になるまで引き続けます。さあいきましょう。10連ですんでね、まあでもね、10連の間に来たらもうそれで終わろうとは思ってるんですけれどもね。はい、アイコニックじゃないこれはね。ポルトガルリーからシルバーか。いやー、まあ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 、誰でしょうこれ。ルイス・ディアス。誰やねん。ルイス・ディアス。はい。さあ、2回目や。もうちょっとアイコニックのね、なんか、演出はっきりしたの。もう、かなり熱い演出みたいなの出してほしいんやけどな。いやー、とてもシルバーが出やすいガチャの中、一貫印。はい。よし、3回目。さあ、ああ、ダメだ。ああ、もう、あれで一瞬でわかるな、ダメやって。バルセロナの金、誰やろ ?14 番。ジュニオール。誰やろこれ。左サイドバックか。ジュニオール・フィリポ。フィリポ。さあ、4回目来たよ。さあ、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 色ついてるな、これ。はい、リング、プレミア、プレミアリングから。シルバー、誰やろな。もうなんか、トモリか。はい。フィカヨトモリ。いやー、ほんとほんと辛い辛い辛いガチャよこれ。もうまたプレミアか。黒すら出ないというね。はい、ちょっとレベル上がりましたね。ランクが上がりました。あー、エブラハム、タミー・エブラハム。アイコニックベッカムが欲しいのよこれ。いやー難しいなやっぱり。はい、イタリアン。イタリアン誰やねんこれ。キーパーか。ナポリのキーパーといえば、ナポでのキーパーといえば、メレット。あー、7回目か。7、8、9、10。もうダメだ。あと4回しかない。あー、やっぱり辛いガチャやな。アイコニックはヒーターあかんねん、これ。ほんまは。わかっとんねん、黒きた。お10番。あー、ウィリアンか。ちょうど確かウィリアン持っとったな。あー。FB 持っとったわ。クラブセレクションやけど。はい、ウィリアン。いやー。やっぱり引くべきじゃなかったか。厳しいガチャやで。ほんまに。ちょっとマンチェスターユナイテッドのユニフォームを見たら、おーと思うな。おーと思うだけやけど。フィル・ジョーンズ。あと2回。あと2回。ここで引け。ああ。まあ、まあまあまあ、リーガか。ああ、誰やろ。あ、でも、これいいぞ。これいいぞ。まさか。まさか。来た、ロドリゴ。やったな。ホドリゴ。マドリの稲妻がやってきた。まあ、これレベルトレーナーにして、とりあえずね、またホドリゴのレベル上げていこうという。はい。ここ。あ、ナイスナイス。さあ、ラスト。ここで行かなきゃ。引いた引いたマジ引いた。よっしゃー来たぞマジで。最後の最後で。アイコニックやな、これ。アイコニックの演出来てる。誰やろ、ベッカムか。違うな、左利き、いや、右利き、どっちやねん。あー、ライアン・ギグスか。あー、まあ、センターミッドフィルダーで使えんのっていう疑問符はつくけど。いや、どうやろ。まあ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 、引けへんよりは全然ええわ。よし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 。10連で引けた。オッケー。どんな能力でしょう。はい。ジャックナイフとかいう、そんなあだ名が確かありましたよね。オフェンスセンス。まあ、持ってない選手当たったということで非常に嬉しい。スコールズよりも嬉しいかもしれませんね。はい。ボールキープ。何歳の時のやつやろ、これ。25歳。この時代のギグスって知らんかもしれんな。何年でしょうね。本当にわかんないな。まあまあまあ、でもね、本当にこの選手はね、マンチェスターユナイテッドのレジェンドと言える選手ですからね、万有一筋やったんちゃうかな。まあ今、どっかの監督やってたけど。なるほど、カーブ、スピード、ドリブル、なんだろう、何がいいんやろうな。わかれへんな、左利き。めっちゃスキル持ってるわ。そしてあれは、コーンワンも結構高いんでしょ。お高いんでしょ、コーンワンも。
どこを見るかが。あ、コーンそんな高くないわ。はい、ということでね、いや、よかった。本当に、まあ、報酬じゃない、収穫なしでね、ちょっと終わるんじゃないかなとね、心配してましたが、なんとかね、アイコニックギグスをね、獲得することができました。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。